吉田さん、こんにちは。まあ、いろんな方のね、悩みを聞いて、それだけ見て取ると時間の無駄かもしれません。1時間半とか2時間、ズームで対談してね。で、その方の問題をいろいろと聞かせていただいて、それに、まあ、アドバイスとか解決策、改善策を私はお話していくんですけども、それに対して、いや、それはできないんです、これはできないんですって感じで、まあ、どう私のね、改善案を潰そうかなってことを一生懸命なんですよ。まあ、自分が私の提案をしのぐほど賢いんですよってことが言いたいのかもしれませんけども、この時間っていうのはその方に対してね、何をも生み出さないんじゃないかなと思うんですよ。でも私はね、こうやって、こんな相談事がありました。あんな相談事がありました。こんな提案策を出したんだけども、こういうふうに返されました。っていうふうなエピソードをまたね、こうやってコンテンツとして出すことができるんですよ。で、この動画を見る人がですね、ああ、じゃあ私も相談してみよう。いや、自分も相談してみよう。自分はどういうふうに答えてくれるかなっていうふうにまた興味を持ってね、お問い合わせいただく。その繰り返しが、ここ何年も起きてるんですよね。で、私はね、問題解決のストックとか、多くの人が何に共通して悩んでいるのかってことが、まあ、いわゆるデータが手に入るわけなんですよね。リアルな気持ちとかが。いや、でも、相談者の方っていうのは、私にぶちまけて終わりですから、結局同じ現実続くんですよ。考えてみたら私もね、もともと8年前はそっちの方にいたんですよ。結局自分の細かい状況なんて分かるわけないから、自分を引き上げることなんて想像できないんじゃないかなと思ってました。でも、アドバイスに対して素直にやろうと思ったのは、例のね、ネオヒルズ塾に入った時だけだったんですよ。それ以外の時は、まあ、まとまった講義を買うわけでもなく、コンサルに入るわけでもなくて、何か聞きかじるのね、アドバイスに対して、まあ、斜面に構えてね、腐って、なんだよこいつの言ってること、断片的にしか見てないよ、みたいな感じだったんですよ。うん、いや、でもね、やればやるほど、人からの相談を受ければ受けるほど、なぜかね、私一人が問題解決できて、先に進むようになっちゃったんですよ。いわゆる、収入が増えたんですよね。だから、自分が誰かに愚痴るよりも、誰かの愚痴を聞いて、それに一生懸命答えようとする、その脳の働きが、自分自身の問題解決能力を高めるのかなと思いますよね。せっかくのアドバイスに上げ足を取って、そんな意味ねえよって言い続けるのも、その瞬間楽しいでしょうけども、3年経っても5年経っても、同じような言葉を言い返すっていう自分は変わらないんですよね。うん。吉田さんね。何なんでしょうね。はい、ということでね、今回は面白いデータを見ています。シルポルトっていうね、サイトから家計の金融行動に関する世論調査令和2年調査結果ということで出てるんですよ。これがね、面白いですよ。なかなか単身世帯と、それからまあ家を持つっていうかね、家庭を持ってる世帯とを比較しているところもあったりとかして、まあお分かりだと思いますけども、単身世帯と複数世帯ですよね。家族を持たれている方、収入の多さは圧倒的に単身世帯がまあ劣っているんですよね。だから平均で250万とか、ピーク時で300万みたいな年収がそこに出てるんですよ。いや、ピーク時に300万ってことは、そのピークが一生続くにしても、まあ例えば10年で3000万でしょ。で、30年で9000万、生涯賃金が1億円いかないわけですよ。いや、仮に1億円いっても、いい食住で、ちょっと足りないぐらいで終わるんですよね。でも、ピークの年収が300万ですから、じゃあ100万とか200万の年収時代もあるわけですよ。そうなると、ますます、まあ、生涯賃金は1億円に遠く及ばないってことになりますんで、で、そういう方は厚生年金はなかなかかけられないと思いますし、基礎年金そのものも入ってない可能性があるんですよ。まあ、そうなると、行き着く先は、大勢の方が、まあ、生活保護みたいになっちゃうのかなと。その水際対策に失格して、時間まで失われてしまうってことになるんじゃないかなと思うんですよ。恐ろしいですよね。この二極化というか。一部の方は、なんとか這い上がったり、道を見出すことができます。私もその一人なんですけども、本当にね、どうしようもないところから来ましたんでね。私は誰でも変われるっていうふうに、これからも発信し続けたいですけども、もしかしたらそれもね、違うのかもしれない。
もともとお金持ちになる素養がある人がたまたまその瞬間貧乏だっただけだから、ポテンシャルが最初からあったのかなって考えると、ポテンシャルがない人もいるんじゃないかなと思うんですよ。生まれてから死ぬまでずっと何をやってもダメな人、運に恵まれずになかなか実力もつかずに顧客に気に入られずに冷や飯を食わされるようなね、そんなことはないとは思いたいんですけどね。昔運の実力のうちっていう風な言葉がありましたけども、最近はね、実力も運のうちっていう逆説もあるんですよ。実力も運のうち、本まで出てるんですけども、自分が備わった実力ってのはたまたまいろんな状況が積み重なってできたんだよと、まあ、例えばね、インターハイに出る高校生がいるとします。なんかね、やり投げでシューッとインターハイ全国3位になりましたみたいなのがいるとするじゃないですか。これ運だって言うんですよ。じゃあどういうことかっていうと、たまたま自分の進学したところに投げやり部があって陸上部があって、たまたま自分の行った高校で成績が問題ないから部活もやらせてもらえたりとかね、それからたまたま悪い友達がいないからグレてタバコを吸って停学ってこともなかったり、たまたま生まれた家が裕福ではないにしても、まあ高校行って部活を十分させるぐらいの財力があったりね、剣道部はお金がかかるから入らないでくれって言われる、そんなね、お子さんもいらっしゃったり、まあ私の弟子でね、全国大会がバスケで決まったんだけど、全国大会に送り出す金がないから諦めてくれっていうふうに言われたお子さんもいたんですよ。すごいですよ。だから、インターハイでメダルを取るとかね、記録を残すってのも、その実力も、実はいろんな運によって支えられてるっていう風な考え方なんですよ。たまたまインターハイに行く途中の電車が事故に巻き込まれなかった。たまたま前日食べたご飯で食中毒にならなかった。そのたまたまが積み重なって大会で怪我もせずにいい記録を出したことによって評価されるみたいなね。だから実力ってのは実は運の集まりなんじゃないかなって考え方もあるんですよ。うん。いってらっしゃい。